おいミラ、パパを見て。どこにいるのパパ。上だよ。やっほーかっこいいね。イエーイ。オーフルもやりたい。オーフル。パパったら。話してくれオーフル。オーフルもやる。楽しいでしょう。いいやちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。何？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドン。いやー、止めてくれ。おお、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。奴らを抜いたな。おお、今のはいい手だな。よくやったね、モフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道を思いついたよ。あっちだ、モーフル。おほー、楽勝だな、オーフル。イエーイ。なに、なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。オーフル、もう疲れた。オーフルも疲れた。オーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫、こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。イエーイ。え？確かにすごく楽しかった。わあ、ペットのおもちゃがこんなにたくさん。どこから来たのかな。モーフル知らない。きれいに片付けよ。それからこの謎を解くんだよ。イエーイ。でも私たち二人だけじゃこんなに片付けられないよ。わあ、モーフルが二人。一緒やろう。一緒やろう。
せたおかげですぐに片付いたね。でもこのおもちゃどうすればいいのかな。それに2人のモーフルも。原因はこのダブラダブラーは魔法の力で何でもコピーを増やせるんだ。すごい。誰が来たのかな。どうもこんにちは。俺たち本当に本物のボーイスカウトです。もしよかったらクッキーはいかが。おいしそうだね。買わせてもらおうかな。ミラ、モーフル、兄弟がダブラをさらった。え、捕まえなくっちゃ。でもあんなに遠くにいる。何を使えば追いつけるかな。三輪車。それじゃ遅すぎ。モーフル、こういう時はすっごく速いパトカーになって。逃げろ。どこに行ったのかな。こっちに行ったはずだけど。あれ、見てモーフル、いつの間にか後ろにいる。どうやったのかな。もう逃げられないよ。ねえモーフル、ダブラーがいないよ。ダブラーをどこにやったの。ダブラー、それならあっちの楽器兄弟か。羽兄弟に聞いてくれ。悪者兄弟いっぱい。そういや他にもいるんだぜ。モーフル兄弟だ。モーフル変身して。俺たちは絆創膏兄弟だぜ。この新しいモービルは魔法のペットの力を好きに使えるんだ。俺たちが飼い主じゃなくても関係なく。このダブラーが手に入った今、自分をコピーし放題。タイヤ？俺たちはタイヤ兄弟なんて嫌だ。俺たちはグリップ兄弟だ。あはあはあはあ、やはー。俺たちモーフル兄弟はモーフルをさらってきたぞ。やった、ブルドーザーに変身させて町中の車のタイヤを盗もうぜ。ダメだ、モーフルはピンセットにする。鳥の羽を引っこ抜くんだ。バカだろ、お前こそ。バカはそっちだろ。モーフルがいっぱい。やった。モーフル、ブルドーザーに変身しろ。モーフル、ピンセットになれ。言うこと聞いてくれないよ。そりゃそうだ、まだあのモービルに入れてないんだからな。おい、やめろ。ダブラを外に出したらまた二人に戻されるぞ。逃げよう。計画は何になる。さあ、モーフルわかんない。三輪車。ダメ、それじゃあ遅すぎ。ミラいないとダメ。やっと取れた。モーフルを助けに行かなくちゃ。ミラ、ミラが来た。あ、計画ある。うん、モーフル、あるよ。でも兄弟がたくさんいて、みんなで協力されたら、もうどうしようもないよ。兄弟協力してない、喧嘩してるだけ。本当？それなら勝てるかもしれないよ。モーフル1号、ティラノサウルスになって。モーフル3号、すごく大きなセンスになって。二人で協力してあの羽を吹き飛ばして。
しまった。マーフル4号、スロープになって。ダブラー兄弟、羽を増やしてくれ。いや、まずタイヤを増やせ。もっとタイヤをくれ。バカなこと言うなよ。バカなのはそっちだろ。いや、タイヤがいるんだ。羽だ。今のうちにダブラを助けよう。じゃあね、マーフルたち。バイバイ。バイバイ。ダメダメダメ、スタインは間違ってるよ。いや、正しい。モーフル、巨大ロボットになって二人を捕まえて。あっ、決まった。それでね、モーフルが4人になって兄弟も4人になって、すっごく面白かったんだ。え、怖くはなかったかい？怖くない。でも兄弟は協力しなくて、モーフルはしたの。そのおかげでダブラーを助けられた。その後、モーフルは一人に戻ったの。また二人、二人でギュなあ、ヨルン。何、スタイン。たくさんの兄弟の中で消えずに残ったのがお前でよかった。いや、俺もそう思うよ。おやすみ、ヨルン。おやすみ、スタイン。ミラー、モーフル、レモネード作ったよ。レモネード。おっと、あとで片付ける。今はこの本を読んじゃいたいからね。私は壊してないよ。ああ、私の絵を踏んづけたでしょ、モーフル。違う、モーフルしてない。喧嘩しない。違う遊びでもしたらどうだい。はい。てってらってらってらー、ぷりょぷりょぷりょはっはっは。私はデビル博士、アクションマン参上。お前の好きにはさせないぞ。モーフル、アクションマンやる。いいよ。私の作った機械で全ての人たちを眠らせてやるぞ。ダメ、アクションマン戦う。これは面白い。片付けておこう。これでよし。はあ、続きはっと。私には勝てないぞ、アクションマン。あれを使って。私のおもちゃ箱は？アクションマン。なんでおもちゃ箱持ってったの？モーフル取ってない。ミラタワー壊した。モーフルの変なタワーなんか壊してないってば。タワー、もういいよ。モーフルとは一緒に遊ばないからね。うん、モーフルもミラ、知らない。ビーだ。ビー。うん、モーフル遊ぼう、一人で。じゃ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 、ジュジュジュビュー。ウジュー。思いつかない。モーフルがいればいいのに。
ああ、面白かった。モーフラ、ごめんね。あんなに怒っちゃって、本当にごめんね。絵を踏まれただけだったのに。え？あれはモーフルじゃないよ。パパがうっかりやったんだ。はは、モーフルの積み木タワーを壊したのもパパ？ああ、そう。おもちゃ箱を持ってったのも？うん。ああ。木の枝のタワーも？ああ、そうかも。ミラ、仲直りできる？もちろん。二人ともパパのせいで本当にごめんよ。二人に喧嘩をさせてしまった。そのパパを許してくれるかい？もちろんパパ。ミラ、モーフル？泥だらけじゃないか。どうしたんだい？あのね、まずはね、帽子をなくして困ってたおばさんを助けてあげたの。帽子をなくしちゃったの。探すのを手伝ってくれない？モーフル、警察犬になって。それであちこちを探したの。帽子が見つかっておばさんはとっても喜んでたよ。そしたら整備士のジョーさんが来たの。モーフル、助けてくれ。レッカー車が動かないんだ。モーフル、ジョーになった。それからトリケラトプスにも。それからロボット。ありがとう、モーフル。レッカーすればよかったんじゃない？ああ、そうだね。でも、ローレンスさんも。次に、大工のローレンスさんにお願いされたの。ビルのてっぺんにドリルを置き忘れちゃったんだ。モーフル、クレーン！工事現場はすっごくぬかるんでたの。ありがとう、モーフル。いいことをしたね、モーフル。だけど、今すぐお風呂に入らなきゃ。お風呂？モーフル、お風呂嫌い。モーフル、待って。おいで、モーフル。ただのお風呂だよ。モーフル、お風呂やだ。うお、捕まえた。行ったんだ。見つけた。おいでよ、モーフル。ただのお風呂だよ。や、捕まえた。やだ、モーフル、お風呂やだ。やだ、モーフル、お風呂やだ。手伝うよ、パパ。
まあいい、モーフルもお風呂に入ったわけだしね。まったく世話が焼ける。できたぞ。見てくれ、これは若返りの薬だ。今からわしの助手に使ってみよう。わあ、すっごくかわいいね、子犬。まずい、薬がかかった。赤ん坊の世話をしたことなどないぞ。ああどうしよう、モーフル、パパのところに連れて行くんだ。わしは解毒剤を作る。はあ、やれやれ。モーフル、私が赤ちゃんになる夢なの。おかしいでしょ。完成したよ。ご注文通り、たくさんのロボットだ。最高。この前のを気に入ってくれて嬉しいが、こんなにたくさん何に使うんだい？なんでもないっすよ。この調子でもっとどんどん作ってください。み
ミニカー返してよ。ミニカー？トロイのミニカーは知らないよ。嘘ばっかり。ミラが取ったの見たもん。返してくれないなら君のパパに言いつけるからね。ミラ、ミニカー取ってない。いいよ、勝手にすれば。トロイ、待って。見つけたぞミラ。とても大事な会議に向かう途中だったのによくも泥を投げつけたな。そんなことしてないのに。家に帰って着替えなきゃならんが、このままじゃ済まさないからな、お嬢さん。こんなのおかしいよね、モーフル。どうなってるのか調べなくっちゃ。モーフル、ヘリコプターになって。モーフル、見て。わあ、ミラ、悪い子。ああ、あれは私じゃないよ。ここにいるでしょ。うん。あれはロボットだよ。追いかけて、モーフル。モーフル、磁石出して。警察に連れて行こう。おまわりさんに逮捕してもらうんだよ。捕まえたよ。それってこれみたいな。え、嘘、何台あるの。博士、早く作ってくれ。精一杯急いでる。ロボットたちはこっちに来たはずだよ。あそこ、ミラいっぱい。チームを取ってきてくれ。オーケー。あのリモコンで操作してるんだ。いい作戦があるよ。ついてきて。見て、モーフルよ。モーフル？モーフル。モーフル。モーフル。捕まえろ。お前はどこに行かせようかな。なんで？ロボットたち、悪者を捕まえて。やだ、よせ。やっぱりお前たちの仕業か。この牢屋の中はぎゅうぎゅうすぎるよ。おい、もっと詰めろ。いや、いや、いや、アイスクリーム。モーフル取って悪者捕まえる。モーフル捕まえる。もう過ぎた。アイスクリームいや。これだよ、史上最高のジェットコースター。宙返り、急カーブ、すごい高さに登るんだ。でも一つ問題があって。背がこの線より低いと乗れないよ。じゃーん。博士にお願いすれば何とかしてくれるかもしれないよ。この薬を使えば大人になれる。だが本当に大人になりたいのかい、ミラ。絶対なりたい。それじゃあかけるよ。ミラ、君なのか。あらやだ、ミラのおばさんよ。わあ、ミラにそっくりだ。
とにかく身長 OK。 どうぞ乗って。し放題だよ。大人になった？行こう、モーフル。このイルカに乗ってみたい人。はい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 、はい、私も。すみませんが、お姉さんは大きすぎてこの子には乗れませんよ。すみませんが、関係者以外立ち入り禁止です。私、ミラのおばよ。ああ、そうだったんですか。どうぞよろしく。でもミラはいませんよ。私は授業に戻らないと。それじゃ、はあ、大人でいるのがすっごくつまんなくなってきちゃった。ここは子供専用の公園だぞ。罰金を払ってもらわないと。私には払えない。お金を持ってないの。それなら仕事をして稼ぐんだ。もうやだ。大人でいるのにはもううんざりだよ。本当に小さな子供に戻りたいのかい？私の人生で一番いい決断だよ。できるんだ。今度のはもっと大きいんだって。そうなの。また大人になって乗りたくないの？ちっとも。大人になるのって思ったより楽しくなかったよ。大きくなるまでは子供にしかできない遊びを楽しむんだ。タッチ、鬼だよ。待て待て。まったく、けしからん。こいつにも洗脳光線を当てろ。さあ、ついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう町を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に町を壊すんだ。オッケー、バルモノさんたち。こりゃまずい。モーフルが悪になった。最高だ。この洗脳光線を浴びたやつはみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ？
よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて、あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でもママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤いやつがいなきゃお前はただの女の子だ。さあみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、シュタイン。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。こっちが青信号だ。いや、白だ。ここのものには色がないぞ。オイラと一緒。見つけた。クローマが
町中のものから色を取ってみんな白にしちゃったんだね。そんなことしちゃダメ。色のない世界なんてちっとも楽しくない。わー、トラさんにっこり。うん、楽しいね。他の動物さんたちも楽しい色にしよう。イエーイ。ここだったのか、クローマ。探してたんだよ。君が色を取ってしまったせいで町は今大混乱してるんだ。モーフルがクローマを手伝って二人で全部元の色に戻せばいいんだよ。やあミラ、なぜか消防車が真っ白になっちゃったんだ。モーフルとクローマが元に戻すよ。違うよモーフル、消防車の色は絶対赤。モーフルと一緒。どうもありがとう、モーフルとクローマ。こんにちは、マックンモンスター確かにそっちが青だ。どうぞお先に。おお、これで町の問題を全部解決したね。モーフルとクローマが力を合わせたおかげだ。クローマは本当に色塗りが好きだね。ああそうだね。いい考えがある。クローマ、色が大好きな人間の友達が欲しいかい？素晴らしい。僕みたいな画家には最高の魔法のペットだ。僕は最強のスーパーヒーローだよ。この車だって簡単に持ち上げちゃうんだ。モーフル、手伝って。私もスーパーヒーローよ。空を飛べるの。ビューフッフー。誰か助けて。この子は遊びたいだけだ。噛んだりしない。私に犬を近づけないで。この人をほっといてあげて、おじさん。分かったよ。どうもありがとう、スーパーヒーロー。本当に助かったわ。名前を教えて。僕は。それは言えないの。私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対秘密なんだよ。トロフィーを返せ。俺は高校で何の賞も取ったことないんだよ。なあ、でもこれがあれば俺もナンバーワンバレエダンサーってわけだ。
わかったわかった。トロフィーは全部返すよ。いやいや、それは君らにあげよう。なになに？一番捕まった人、俺たちチャンピオンだな。やったぜ。皆さんご覧ください。トロフィーを取り戻してくれたヒーローたちです。一つお聞かせください。あなたのお名前は？それは言えないんです。私たちは覆面ヒーローだから、正体は絶対ヒーロー。僕はトロイ。私はエイペリル。モーホル。もう。ありがとう、ジョリーファント。どっさりのアイス。アイスクリーム。そうだ、モーフル、ブルドーザーになってこのアイスクリームを全部片付けよう。モーフル変身できない。お腹がパンパン。ジョリーファントはアイスを作りすぎるんだ。はあ、どうすればいいんだろう。これじゃあモーフルの体にも悪いよ。じゃあみんなでジョリーファントの飼い主を探しに行こう。いいかい、ジョリーファント、君に何ができるか見せるんだ。で、どうかな、ジョリーファントの飼い主になりたくないかい？全然ダメダメ。簡単すぎる。私のジェラート工場で作るアイスと違います。私、芸術家なのです。ふん。ああ。見て、あそこが火事になってる。消防車の水が切れたみたいだ。でもモーフルは変身できない。アイスクリームを食べ過ぎちゃったから。ジョリーファント、アイスクリームを使って火を消すんだ。本当に助かったよ。まさしくヒーローだ。は？ヒーロー？これを掃除するのに何日かかると思ってる。バンダーブースさんの言う通りだ。君にぴったりの飼い主を見つけてあげられなくてごめんよ。でも大丈夫。この魔法のペットショップにずっといてくれればいいさ。すみません、どうも。病院で子供を笑顔にしてくれる魔法のペットが欲しいんです。
ね。だから海に行くんだ。みんな留守の間お店をよろしくね。みんな行ってきます。くっ、ペッペ。よし、仕事にかかるぞ。夜、うん、スタイも食べてみろよ。あ、すげーうまいぞ。どうも、こんにちは、奥さん。この日差しは暑すぎませんか？ええ、本当に心配してくれてありがとう。打ってやれ、夜。涼しくなったでしょ？海の中まで競争しようよ。うわ、なんで氷が張ってるんだ？お礼はいらないぜ、プレゼントだ。心配しないでパパ、私たちが止めるから。モーフル、とっても大きなライオンになって。これでモーフルも終わりだぞ。そんな、モーフル。大丈夫だよモーフル、すぐに出してあげる。ああ、モーフルもやられたのか。パパ、出られたんだ。今日が暑い日で助かったよ。さあ、モーフルも出してあげよう。イエーイ。今度は大きな車になって。でもタイヤにスパイクをつけてね。これなら氷の上でも滑らないよ。それならこうだ。マジか。食べる？モーフル、あたしちょっと用事があるの。でも秘密なんだ。だから待ってて。え？モーフルも行く？ダメモーフル、お留守番してて。じゃあねモーフル。どうしたモーフル。ねえパパ、ミラどこ行ったの？ごめん、知らないんだよ。ミラ
はまだ会ってない。いないよ。ミラいる？モーフル、ミラは来てないよ。全くけしからん。おいでモーフル、ミラは君の家で待ってるよ。泣くのはまだ早いぞ。裏庭を確かめてないだろ。サプライズ！ミラ！ハッピーバースデー、モーフル。プレゼントを開けてみて。正義は眠らない。だが君は9時から7時まで寝ろ。悪と戦う時間だ。歯を磨いてからな。はいどうぞ。ご注文のロボット2体だ。やったぞ。なんだって？いや別に。ありがとう。バイバイ。全部持ってきたか？ああ、完璧。よし、試してみようぜ。見て、悪者兄弟。見て、悪者兄弟。いや、これなら完璧にうまくいくぞ。こら、そんなことを言っちゃいけないよ。やあモフル、元気？いや。ああ、アイスクリームを食べるかい？いや。アイスがいや。確かに変だな。え、ああ、ごめんよモフル。あれ？ちょっと待った。ね、言ったでしょ。このモーフルは偽物。悪者兄弟だ。も
おお、見ろ見ろ、ボールを取るぞ。あれ、あ、モーフル、一緒に遊ぶ。ちょっと、パパ、あそこ。まずいぞ、ミロのパパだ。ごまかせよ、ヨルン。やあ、ミラ、何してるんだい？あ、その、おままごと。こっち、モーフル、早く乗って。そうか、わかったよ。ならいいや。バイバイ、ミラ。バイバイ、パパ。うまくいったな。それじゃ、いたずらの続きだ。モーフル、壁を塗って、いいよいいよ。よこせ、変身しろ。パトカーに